ジャニーズ孫択の崩壊平野耀と神宮寺勇太が飛べで新たな道を歩む。5月にジャニーズ事務所を退所した元キングプリンスへの平野耀と神宮寺勇太が、滝沢秀明氏の新事務所、飛べへの合流が話題となっています。彼らの地上並みでの報道や SNS の人気により、テレビ出演 OK。 と見られており、さらには CM 継続の可能性も浮上しています。これまでジャニーズ事務所を退所したタレントがテレビ出演が難しい状況であったため、平野と神宮寺の飛部合流がテレビ業界に本格的な変革をもたらす可能性があります。本記事では彼らの地上波出演や CM 継続の見通しについて探っていきます。セクション1 平野安神宮寺の戸部合流と地上並出演への期待。平野と神宮寺の戸部合流がテレビ各局で大きく報じられている現状テレビ業界の忖度により、ジャニーズ事務所を退除したタレントのテレビ出演が難しかった過去の状況平野と神宮寺の戸部合流により、テレビ業界に本格的な変革が起きる可能性。 セクション2、地上波出演の可能性が高いテレビ局。NHK や TBS など、ジャニーズへの忖度が少なく公共性を重視するテレビ局の可能性平野と人流時の地上波出演により、テレビ局は、忖度なしをアピールできる。セクション3、平野の CM 継続に対する期待。 一般的に事務所を退場したタレントの CM は終了することが通例平野が出演する P&G のパブリンズ CM が退場後も放送され続けている理由とは平野とトベの関係を重視する企業による CM 継続の可能性。セクション4ジャニーズ事務所の忖度の崩壊とテレビ業界の変革 ジャニーズ事務所の忖度が地上波や CM に対する影響を与えてきた歴史的背景平野と神宮寺の戸べ合流がテレビ業界における本格的な変革を予感させる理由戸べの密着ドキュメンタリー番組による平野たちのテレビ出演の期待。平野志洋と神宮寺ゆ太が戸べに合流し、彼らの地上波出演や CM 継続の可能性が高まっています。 これまでジャニーズ事務所を退所したタレントはテレビ出演が制限される傾向にありましたが、平野と神宮寺の飛部合流がテレビ業界に本格的な変革をもたらす可能性があります。テレビ各局の忖度が減少し、飛部による新たな才能の登場が期待されることで、テレビ業界はより多様なエンターテインメントを提供できる可能性があります。 また、平野の CM 継続についても、企業側が彼の人気とキャラクターとの結びつきを重視することで継続される可能性があります。ジャニーズ事務所の損度が崩壊し、トベの登場によって、テレビ業界が変化する未来に期待が高まります。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。 心から感謝しています。ありがとうございました。